はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンドでございます。今日はね、久々に車ね、もう最近風邪ひいたりなんたりでね、もう触るタイミングがなかったんですよ。で、久々にね、ちょっと、車の一部ちょっと変えていこうかなと思って、カスタムっていうのかな、カスタムか、一応カスタムになるのかな、わかんないけど、なんだろう、アクセルとブレーキペダルの なんて言うんだろう、あれなんかこう部分のここ変えるやつを買いました。こちらでございます。Amazon でね、買いましたよ、 Amazon。 はい、ちょっともう見えちゃったけどまだ開封してないんですよ。ここをこうやってね、でーって開封するんだけど、なんかこう分かる、これ何なんすかこれもう半分開いちゃってるんだけど、しかもこれも最初からこうなってたからね、もう来た時から。ちなみに持ってきたのは黒猫さんの方です。何これ、びっくりしたんだけど、あれ受け取りは俺じゃなかったんですよ。家の誰か受け取ったんだろうね。俺が注文して俺がいない間に来てたんだけど、なんすかまずこれに一つ文句言いたい。なんすかこれ、こんな感じ、マジでこんな感じ来てたから、おかしくない？開封前に半分開封されてない、こう中身こう見えちゃってるんですけどみたいな、こんな感じ。今こうちょっと戻してちょっと撮影開始したんだけど、ほんとマジこんな状態、なんなの。まあいいや、じゃん、はい、ペダルでーす。最近マジでさ、Amazon のこの伝票入ってなくない？みんなこれ入ってないのかな、そんな Amazon で買わねえか。最近ほんとね、ずっと入ってないんですよ。チャン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 、こちらでございますね。カーメイトから出ているやつですね。ダイハツ用の、B っていうのかな、 Kカーペダル、ダイハツ B っていう種類の、品番が、RP133、 どっか書いてある、こっちには書いてあるんだけど、133っていうやつですね。ここに書いてあった RP133 というやつです。取り付け方こんな感じね。ちょっと適合表、これ多分このまま見づらいと思うんで、カーメイトのホームページに適合表があるんで、それを見た方が多分、すごく分かりやすいと思います。いやもうね、考えたら今の車10ヶ月以上持ってんだよね。もうペダル変えようみたいに、やっと変えるっていう、最初から変えようと思ってて、変えようと思ってから何ヶ月かんです。Amazon で、今この撮影してる時は、Amazon で2564円です。まあ、ということでね、とりあえず開けようか。とりあえず開けよう。まあ、あとでとか、今から取り付けるんだけど、とりあえず開けよう。もうとりあえず分厚い説明書。ここに六角、多分2ミリぐらいだと思いますね、これ。で、これね。ペダル、はい、ペダルのね、取り付け方はもう裏見たら分かるんですけど、この挟む感じですね。今ついてる純正をここに挟んでつけるって感じ。これはこれも挟むか、なんか難しくね、挟んでいいのかな。今のは全部こんな感じなのかな、前からこんな感じといえば感じなんだけど、なんかね、昔なんか買った時はあれだったんですよ、なんだろう、この鉄がなステーみたいなのがついてて、ここからこうパタって曲げるだけみたいな、これ両面テープが確かついてて、何のメーカーか覚えてないんですよ、何のメーカーか覚えてないんだけど、この今ねこれゴムなんですよ、この黒い部分がね、この黒い部分がゴムのところに両面テープがついてて、なんか上からこうステーがあって、こう曲げて取り付けるみたいなのがあったんですよ。確か安かったんですよ最初、なんかとりあえずこれでいいやみたいな感じで、こっちの見た目が良かったから、それで買って安かったから、だそういうのがあったんだよね。今はやっぱこうあれかな、やっぱこうなったら外れやすいのかな。これのは確かにネジ止めの方が 100% 安全は安全だよね。で、バーン、説明書、まあもう物入ってますかと、これだね。基本的に、この六角レンチがあれば他何もいらないっぽいですね。これはいいね、これ取り付けるの非常にいい。昔からついてたかな、もう覚えてないんですよね、こんなの取り扱わないんで、ネジ舐めたりしないよね。
大丈夫だよね。とりあえずこの説明書を持って、あ、アクセルペダルだけちょっとあれか、こう見えるかな、アクセルペダルだけはちょっとなんかこう下取り付けてかぶせる感じなのかな。あー、なるほどなるほど、はいはい、了解しました。ということで、ちょっとね、今から車に取り付けに行きたいと思います。はい、ということでね、ちょっともう暗くなったんで、ちょっと照明を当てながらやりたいと思います。ブレーキペダルかつけようかな。こうでいいよね。うん、こうでいいよね。アクセルペダルはこんな感じか。あ、まあ一応適合表で適合で合ってるからね、まあつかなくはないと思いますけど、とりあえずこっちからつけようかな。はい、ではね、これから取り付けていきたいと思います。これね、両方あるんだけど片方だけ外せばいいみたいね。こっちのネジだけ外せばいいみたい。はい、外しました。うん、こんな感じね。そしたら今こんな感じで半分片方外してる状態です。こっからこう引っ掛けるみたいな。でこんな感じ。確かにね、このまま入るわ。このままね、このままこう入れてこんな感じらしいです。でこのまんまネジを入れて締めるだけみたいな。超簡単じゃん。こんな簡単だったっけ。ちょっと片手じゃやりづらいわ。あのさっきのね、裏側についてるプレートの穴に合わせて回すだけ。入ってる。もう入ってるわ。ほら、抜けなくなった。ガッて入ってますね。これで真ん中に合わせて、あとはこのネジを締め込むだけっていうの。ずれるな。とりあえずこう両側を手を持ってね、隙間を一緒ぐらいにしてどんどん締めていくと。こっちも緩い。こんな感じ、超簡単じゃん。片締めにしないようにね、両方とも一緒ぐらいのこう感じで締めると。両側この隙間ね、鉄がちょっとこっち出てるから、この隙間を同じぐらいにしてみたいな。よし、もうがっつり簡単。1個ない5分もかかってないんじゃない。めっちゃ簡単じゃん。ネジも出てるよ。大丈夫。裏に飛び出てる。がっつりっす。 OK、 これでブレーキペダル完成。はい、次ね、アクセルペダル。これはこっちのネジをまず外すらしい。こっちね、上向きだからこうね、こっちが上、下側のを外すらしいです。はで、説明書だとこんな感じですね。だから最初にこれね、これを外して先にこれをつける、ロアステをつけて、あと締め込むみたいな感じかな。はい、ということでこれをつけるといってもね、片手だから落ちちゃうんだよね。先にこれをつけようか。これを上からこうはめる。わかるかな。ここにほら引っかかるようになってるんですよね。これをこのまんまこうやると引っかかるんですよ。だけどこう浮くんですよね。わかる。ほらこれさ、ほらちょっと浮いてるのわかる。でよいしょ、こっからこう入れて穴ね、上から今穴合わせて、あった今あっちゃんや。いやちゃん、これで取り付けるでいいのかな。ネジも合ってない。俺合ってたはずなんだけど、合ってた。よいしょ、あ、行ってる。あ、やべ、ちょっと舐めた。うん、これでいいみたい。あ、ちょっとネジが舐めた。どっち？六角が舐めた。これ安物ってこうあるんすよね、ネジ。うん、まあでもこれで閉まんないから大丈夫だろうけど。はい、
これでアクセルも完璧。おお。そして取り付けがね完了しました。あのね質感としてね、まあ最初にこう お伝えしますけど、こっちのブレーキはまずこのアルミプレートになるのかなに対してゴムがちょっと出っ張ってるの分かります？アルミプレートに対してゴムがこう出てるんですよね。デコボコのデコっていうのかな、ゴムだよねこれ。うん、ゴムだな、プラスチックではない、ゴムだね。出っ張ってるに対してちょっと分かりづらいと思うんですけど、アクセルはこうゴムっぽくはなってるんだけど、あのどっちかっていうとアルミより、沈んでる沈んでるっておかしいな、引っ込んでる、引っ込んだところにゴムがあるみたいな。これだけちょうどスレスレぐらいだな。あと引っ込んでますね、触った感じ引っ込んでる。これが微妙に水平かな、これとこれは引っ込んでますね、大体そんな感じ。まあ、踏むとしてはこうだから、まあネジの位置も特に問題ないし、ブレーキもこう踏むからね、基本でこんなとこ、こんなとこ踏む人いないから、こう踏むから問題ないかなといった感じです。ということで、取り付けが終了いたしました。ということで、取り付けてきました。どんぐらい10分かかったかなってぐらいだね、動画撮影しながらね、撮影しながら、撮影しなかったら多分半分ぐらいの時間で大体終わるんで、もう5分かかるかかかんないかぐらいじゃない。まあ、説明書をねちゃんとゆっくり見ながらやったんで、見ながら動画撮影しながらやって10分ぐらいやったんで、まあ手軽に、ちょっとカスタマイズっていうのかな、できるんじゃないかと思います。使用感に関してはおそらく純正より若干滑りにくくなるぐらいじゃない。純正ってもう全部があのペダル自体が基本鉄じゃないですか、アクセルはね、ブレーキがゴムだったかな。まあ、その使用感的なのどうかな、あんま変わんない気がするな。まあ、ということで、今回はこの軽カースペシャルのこの、アルバイト仕上げアルミペダルを取り付けてみたといった感じでございました。以上でございます。皆さんもねちょっと変えてみたいなと思ったら、まあ、手軽に変えれるものなら、ぜひやってみてください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。